こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？今日も村松大輔先生との対談第5弾、パラレルワールドのお話をお届けしたいと思います。毎回言ってますが心配しないでください。この第5弾だけ単独で見ていただいても楽しめるように編集しています。今回はね、祈りと日本人のここから先の使命について大ちゃん先生が語ってくれています。では、どうぞ。よくね、ここからちょっと資本主義も行き止まりが見えてきたり、もちろん社会主義国も独裁政権が生まれて微妙な感じ。で、まあそんな中で二極の経済圏に分かれて今ちょっと微妙な空気感になる中でね、まあ20世紀の終わりぐらいに結構何人もの方がこの状況を打破してもう一段高い意識レベルの地球になっていく鍵としてね、日本人、日本民族、日本が、鍵の存在になるんちゃうかっていうようなことね、言われてたりするじゃない。当時若かった私は、先民思想のような、なんかナルシシズム的に感じてね、あんまりそれ好きじゃなかったんですけどね。でも仮にですよ、もしそれがあるとしたらね、唯一一つだけ他の国の人たちとの違いとしては、やっぱり2000年以上の間、侵略されてないっていうことだと思うんです。でね、結局ね、あの人たちが分かってもらえない怒り、イライラ、ここに誰も寄り添ってなかったり、もう寄り添う余裕さえもなかったり、もうそんなのやってまだ傷が癒える前にまた次の国が来たみたいな。で、何回も自分の国名が変わる言語が、無理やり変えさせられたり、ね、親兄弟や親戚と離れなきゃいけなかったり、まあ、そういう、こう、残酷なことが続きすぎた何千年っていう人たちはね、もう先祖からのその、そうなんだよね、思い残しが、すごく目に見えないけど、まさに、募っていて、そのバトンを受け継いだ戦闘、駅伝の戦闘を走ってるような人たちだとすれば、愛や感謝やつながりっていうことを、彼らは彼らなりに、もちろん、そこから逃れたいから追求してるはずだし、我々以上に熱心に、真剣に、そういうことを考えてるはずなんだけども、残念ながら、その周波数帯のエネルギーが影響を及ぼして、引っ張っているかもしれない。だとしたらね、日本人ってまさにこの引っ張ってくる綱が、切るまでもなく、そもそもないんですよ。軽やかなんだ。まさに、まさに。だから、起こった出来事を、ただ起こった出来事や、ここに被害者意識っていうのをね、先祖から受け継いだものを持ち込まずに、じゃあこの状況をフラットに見た状態で、どう対処していくっていうのを、集団になってね、やれる民族かもしれないですね。1億人ぐらいで。まさにね。で、そのフォトン飛ばす数で言ったら、やっぱり、大ちゃん私二人より、1億人の方が、同じ周波数のフォトン出したら、馬鹿にできない影響力だと思うんですよ。さっきのね、やりたくても、もういろいろありすぎて、しがらみが。できへん民族の人たちもおるって考えたら、まさにうちらが、やることかもしれないですね。本当にね。本当そう思ってて、やっぱり、中国見てもね、殷周神ってこう戦国時代になって、ね、漢とか元とか民とかってこうなってって、で、そのたんびに、前の国の、まあ大臣クラスみんなね、こうして、新しい役人にして、また国が支配したこの人たちをみんなこうして、っていう、ずっとだもんね。で、それが海外のね、支配っていう形で、で、日本は支配じゃなくてね、もう祈りでずっと来てる、からじゃあ天皇を倒せみたいな人っていないのは祈られてるからの国民が2683年起きてるから絶対許さない倒すぞじゃなく、祈りで全部調和していくよっていうのをまだ我々はどっかで知ってるから、それを地球規模に響かせていってもういいよね許そうよっていうのを他国に言うんじゃなくて、私たちが家の中でパパに対して、自分に対して、子供に対して、親に対して、許さないっていうところから、もういいよって、仲良くしようっていう風にフォトンをポコンってこう、
変えたら、イコール地球のことを許さないから、もういいよねってポコンってこう変えてるから、そうすると戦争やめろって言ってもやめないけど、もういいよね。もう人間じゃんってやったら、あ、そうだよねってもう武器下ろそうって、もう疲れたじゃんって、うん、同じ人間なんだからって、家族いるじゃんっていうふうに気づいて武器下ろしていけば、この周波数的に平和を作れるから、それをこの日本人が祈りを持って、と自分たちの日常生活で家族を許す、親を許す、自分自身を許すって頑張ってきたよ、もういいよねってこう、ね、気を張らず自分の愛でいようよっていう風に許すことが周波数を変えて、周波数は地球全部、宇宙全部で繋がり合ってるから、と地球の揺らし方が変わるから、ね、戦争地域とかも法律じゃなく条例じゃなく、パワー爆弾じゃなく、あ、もういいよねってこう、なれるから、それが日本人の役目だなっていうのを感じるね。ほんまですね。ね。どちらかというと、一神教の宗教というより、アミニズム的なね。そう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 。うんうんうん。すべては万象に神が宿るっていうね。うん。ねえ。ああ、そう、こんなにたくさんお社がある国もなかなかね、ないと思います。そうなんだ。え、そうでしょう。多分、海外の人、うち海外支部結構あって、うん、ね、みんな日本大好きやから、うん、霊気は日本発祥なんで、うん、で、日本来るでしょ。うん、やっぱり、日本って無神論者が多いってみんな知ってる、うん、宗教やってない人多いはずなのに、うんうん、なんなんですかみたいな。そうなんだ。そう。うん。もう大小様々いっぱい。へぇー。うん。お屋敷があって、ね、そこがどこも綺麗になっててね。なるほどね。荒れてない。うん。誰かがお世話してて。なるほどね。お掃除してて。どこの国よりも、なるほど、ね。すごいんちゃうみたいな。なるほど。案外みんなびっくりする。へぇー。なんかその日本人が案外当たり前で気づけてないとかって、そういうことかもしれない。なるほどね。だからその、祈りの国なんですよって今大胆先生が言って、うん、案外ね、今見てくださってる方の中に、祈り、私祈ってるかな、そんなのないけどって思った人もいるだろうし、うん、そんな他の宗教熱心な国の方がみんな礼拝と言って祈ってるじゃないって思った人もいるかもしれないけど、多分その祈りの意味が違うから、うん、心をスッとこう沈めるっていうのがマインドフルのね、呼吸法でもそうだし、神社の前でちょっとこうしてこうするだけスッとこう静かになるのも祈りの一種だもんね。そのスッっていう周波数が場を整えてくるからね。うんうんうん、あれをね、言葉で表現するのは難しいですけど、うん、いわゆるみんながお願いしますって言ってるあの祈りとちょっと違う周波数なんですよね。違う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 、うん、どちらかというとことほぎですよね。うん、祝福と言った方がいいのかな。お喜び申し上げますっていうエネルギーですよね。今ここにあるものに対して、うんうんうん、そうだね。そう、祈りってどうしてもね、こうこのお願いしますみたいなね、告白しますよみたいなね、そうそこじゃないんだよね。この必死な周波数ちゃうもん、うん、じゃなくてね、うん、むしろ逆ですから、うん、スーってこう静かになって全体とつながるような感じですね。そうですね、うん、なんかもう話したいこといっぱいあって全然話せてないじゃないですか。でも、なんかすごい。大ちゃん、ね、ちょっと群馬と大阪で、うん、ズームで、うん、やりたいネタめっちゃ、みんな聞きたいのがあるじゃん。占いだ、ね。あ、そうだね。量子力学の関係。うん、例えばほら、生年月日で、その人の人生や性格の傾向が、でもつまり生まれた時の、その星の位置でしょ、うん、これを私は大ちゃん先生やったらどう見るっていうのを聞きたかったしね、うん、決まった運命ってどう考えたらええのとかね、うん、あとはね、これもすごい聞きたかったんだよ、うん、今日はもう聞けへんけど、アカシックレコードからこう、降りてきた、ひらめいた、来たみたいなのと、うん、単なる自分の思いつきのアイディアとか、ね、ひらめき、この違いって、ね、そこね。ね、うん、なんなんとか、うん、ね、あとは、うん、その重要だね。そう。まあ、辛いことと幸せなこと、うん、両方体験すると、波の幅が広がって、う
これイコール器が大きくなることっていう風にね、うん、この最新刊に書かれてたんだけど、うん、これって多分すごい興味あってね、うん、聞きたい人がおるやろな、うん、なんかもうちょっとの補足説明があったら、あ、そういうことって、そうですね。そうそう、ハロってするかなとか ね。いや、本当にありがとうございました。今日は見てくださった方もありがとうございました。ありがとうございます。また何回もありますのでね、皆さん楽しみにしててください。本当言ったね。ぜひ。みんな聞いたら。喜んで。ちなみに、これ、あの、開花の、開花のスカーフ。洋子さんも今日しててくれてね、いや、嬉しいと思って。そうそう、あの、でも、3期の人までしか多分。そう。このプレミアムアイテムは持ってない。うん、そう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 。ちょっと、ね、うん、自慢して。ありがとうございます。どうやっていうね。うん、ね、しっかり持っててくれてね。ありがとうございます。こちらこそ。ね、じゃあ我々これからこっそり遊びに行ってきます。行ってきます。はい。ありがとうございました。この後もいい時間にしてください。ね、ありがとうございます。さよなら。See you later. はい。はい。というわけで、今日の内容いかがでしたか？大ちゃん先生との対談、5回シリーズ、これで全部終わりました。今ね、激動の時代ですよね。どのようにこっから生きていったらいいのか、進むべき方向性がちょっとわかりづらくなって、迷いの中におられた方もいらっしゃったかもしれません。けれども、ここから先は、まだまだ、今は少数派ですけれども、この量子力学的な考え方を元にして人生を見ていく。こういう人がどん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 増えてくる時代だと思います。とはいえ、やっぱり二極化していって、この新しい考え方を取り入れながら人生を変えていく人と、今までの人生経験から、これまで通りの人生を生きていかれる方とに分かれていくと思います。これ別にどちらが優劣とか、どちらがいい悪い、どちらが正しい、そして間違っている。そういうわけではないんですけれども、今、あなたはどちら側にいますか？そしてどちらの人生を生きていきたいですか？どうやら私たちは、今、ここ、この瞬間に発している自分の意識、思い、気持ち、そして意図、意図っていうのは、こうなりたい。こっちに進んでいきたい。こういう方針でいきたい。私はここを曲げたくないんだ。っていうようなね、この自分の決め事、そして目標ともなっていくものですね。この意図によって少し先のあなたが体験する未来が変わってくる。まるでコンピューターゲームのマルチエンディングのように。エンディング、まあ、少し先の次の展開がいっぱいいっぱい用意されていて、例えば10個用意されているとしましょう。あなたはこの10個の中のどれがいいかな？これをね、今、ここ、この瞬間、自分自身が決める。っていうことで、どうやら変化していくっていうことが分かってきた。分かり始めてきた。っていうことなんですよね。これをね、取り入れる人もいれば、拒否反応が出る人や、バカバカしいわっていう人や、信じられないっていう人や、たまには引き寄せみたいなことが起こるけど、起こらないこともあるしね。これって偶然じゃないの？まぐれじゃないの？それにいろんな理由をこじつけてるだけじゃないの？っていうふうに、反論したくなる人もいるでしょう。これね、どれを選ぶかさえも自由なんですよ。だから、あなたと違う考えの人を諭す必要もない、説得する必要もない。けれども、もしも、このね、量子力学的な生き方、考え方、面白いなーって思ってくださっているなら、まさに、あなたと違う考えの人や、あなたに反論してくる人、あなたの考えを聞く耳持たない人が出た時こそ、実験者のつもりで、ちょっと実験をしてみてほしいんです。相手、つまりあなたの外側を変えよう変えようという努力。これは今までの20世紀までの我々のアプローチ。ここちょっとね、実験者として横へ置いてみて、新しい実験に入ってほしい。新しい実験っていうのは何かというとね、その人を変えようとするのではなく、自分の内側を見て、そう、まさに今ここ、この瞬間、私は、どの方針を選びますか？そして、どんな世界を希望しますか？
私が目の前のこの人とずっと言い争う、この未来をチョイスする。これもありです。けれども、そうではなくて、私は、私のこの考えとマッチする人、あ、私もそんな風に考えてたっていう新しい人と出会っていきたい。そしてその人とお友達になっていきたい。そして気の合う人と、そうだよね。この前私もこんなことやってみたらさ、こうなったよとか、今までこうだったのに変わり始めたよっていうような報告、それをし合えるような、そういう新しい人と出会ってみたい。こういうふうに意図してもいいんですよね。繰り返しになりますが、これどちらが正解間違いじゃないんですよ。どちらを意図してもいいんです。けれども、一つ目の意図を選んだら、ずっと相手と、まあ、やや反論、しながら説得し続ける人生になるでしょう。どうやったら変わってくれるかな？どうやったら気づいてくれるかな？みたいなね。で、二番目の方をチョイスしたら、本当に新しい、ああ、同じような考えの人いた、っていう世界に行くでしょう。どちらのパラレルワールドを選ぶのか。それが、あなたの意識波動。意識って電磁波、フォトン。日本語で言うと光子。この話も大ちゃん先生言ってくれてたじゃないですか。どんなフォトンを飛ばすのか。何を意図するのか。イコールどんなフォトンを飛ばすのか。これによって、あなたの次に行く、カチッとはまる周波数帯のパラレルワールドが、こう一段変わるんですね。そして、急激に180度バーンって変わる人は、まあ、1000人に1人ぐらいかもしれません。これね、ミラクルが起こったっていう状態ですよね。で、そこにあなたが入る可能性ももちろんあるし、私が入るかもしれない。けれども、その1000人に1人を狙わなくてもいいんですよ。階段を一段ずつ着実に、パラレルワールドね、こう移行していけば、いずれは、おぉ、180日目には180度変わっとったわ。っていうことって起こり得ますから。一段ずつ一段ずつ進んでいけばいいし。で、あ、ちょっとこっちの階段違ってたって思ったら違う階段に行けばいいし。その時ね、わざわざ元の位置まで降りなくても、そこからまた次の階段が続いてるから大丈夫なんですよね。こういうことがね、だんだん21世紀、分かり始めてきたっていうことですよ。そしてこれはね、もう2000年以上前から、なんかビビビッと来た人は気づいてた。例えばその人はこんな風に言いましたね。色即是空、空即是色。なんてね、言った人もいるし。はじめに言葉ありき。こんな風に言った人もいましたね。信じる者は救われるっていう表現をした人ね。そう、はじめに言葉ありきっていうのは、言葉に出そうとした時に私たちは自分の中のこの混沌とした言葉にならない思いがどういう思いなのかをちゃんと自分で客観視し俯瞰できるっていうことなんですね。俯瞰っていうのは宇宙の目線から、まあ神意識って言ってもいいけど、ここから自分の人生を見るっていうことです。俯瞰状態。視座が高い。こういうことをね、言った。そして信じる者は救われる。これもね、この教えを盲目的に信じなさいっていう風に解釈してる人も多いかもしれないけど、私は違うと思います。自分自身がこうなんだって思ったことをどれぐらい確信を持てるか。あなたの中のこれかもしれない。よし、やってみよう。そしたらきっとこういう風になるかも。この実験者マインドの自分。そして自分がどうするか決める。ここに確信を持って、確信度合いが強まれば強まるほど、そのようになっていくからね。パラレルワールドは変わっていくからね。これが言いたかったんじゃないかなって私は思っています。そして、他の人はこんな風に言いましたね。安心立命の境地。これもね、孔子っていう人。儒教の教えなんですけどね。私はその宗教のことを言いたいんではなくて、一種のパラレルワールドの話をしてると思うんです。私たちが生きてる意識、
若い頃の私もそうですけど、これはね、二元対立、二元の意識の状態のこの世界です。この状態の安心っていうのはね、必ず安心の反対に不安、心配、陰陽なんで、うん。対極のものが存在するんです。量子もつれって言うんですよね。物理学用語ではね。うん。そうじゃなくてね、違う次元に絶対安心っていう境地があるんですよ。安心の反対がないの。何がどう起こっても、どうあろうとも、それがどうした？なんか面白いじゃんって思える境地です。いや、一瞬落ち込むかもしれません。一瞬がっかりするかもしれません。一瞬怖くなったり不安になるかもしれない。でも、2、3秒後には、あれ？いや、よく考えてみたら、そんな大したことじゃないかも。対処しよっと。みたいなね。このね、人生そのものが安心感っていう大きい船に乗ってるような、こういう境地、こういうパラレルワールドがあるんですよ。これをね、安心立命の境地、なんてね、言った人もいます。ともあれ、あなたは今どっちに進みたいですか？きっとこの動画、最後まで見てくださって、こうやって波動共鳴しておられるあなたであれば、おそらく私と同じで、もっともっともっと人生を喜びあふれるものにしたい。そして今しんどいとしても、なんとかここから抜け出す手立てはないのかって探しておられるはずです。この探してるっていうのめっちゃ大事です。なぜなら、完全に諦めきってる人は探さないから。昔諦めきってた私は探してなかったもん。あのね、あがいてもがいてるっていうことはね、あなたは諦めていない。あなたの思考の方じゃなくね、潜在意識の方が、ここから抜け出す方法はあるはず。いや、あるんだって、もう知っている。ただし、この確信はあまり強まってないかもしれません。9割方ダメかもって思ってるかもしれません。残り1割ぐらいがいけるかもって思ってるかもしれません。これがね、信じるものは救われるの、信じるの度合いがまだ低い。けれどもね、これをね、あなたはここから上げていくと思う。もっと他の動画見たり、もっと情報を得たりしていくうちに、だん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 この確信度合いが高まっていく。そして、やっぱこっちだわってあなたが自分の考えを、自分の意図を信じ切った時に、パラレルの移行は起こります。これがね、時々 YouTuber の人でいるじゃないですか。末期がん宣告されたのに、症状あんまり出てません。今日も人生楽しんでます。とか、ひどい交通事故とかで足を切断したのに、今日も飲みに行って最高に楽しかった。みたいな動画を上げてる人。あの人たちってもう、なんていうかな、辛くてしんどいパラレルにいないですよね。これって可能なんです。そしてね、どの人もがたまたままぐれ的に千人に一人のギャンブル的な当たり、宝くじを引き当てた人ばっかりじゃない。一段ずつパラレルを変えていった人もいるはずだし、そのパラレルが変わっていくプロセスを動画にされてる方もいると思います。こういう動画をね、今しんどい人はね、いずれ見つけます。ブログも本も見つけます。情報見つけます。誰かから聞きます。そして確信度合いは高まっていく。だから私は無責任に聞こえるかもしれないけど、今試練の中にいる人も大丈夫ですっていうわけです。これは誰かに構わず言ってるんじゃないんですよ。私の動画の一番最後までを見てくれてる人っていうのは波動共鳴してるからさ、私と。過去、どん底だった私と。過去、助からない病気を宣告された私と波動共鳴しているからさ。そして私は奇跡的に感知した。この私と波動共鳴しているからさ。貧乏から抜けた私と波動共鳴しているから。今、生きててよかったって思える私になってる。この私と動画最後まで見てくださるってことはね、波動共鳴バチッと起こってるってことなんですよ。そうでなかったらね、もうね、この動画もね、最初の2分ぐらいで離脱されてるはずなんです。今波動共鳴してないってそういうことなんですよ。もちろんあなたも気分があるでしょ。今日この動画見る気分じゃないなってタイトルで判断する。けれども、いや、今日はこの動画見たいなっていう気分になる。うちの動画以外でもね。これって、毎日毎日あなたの周波数、波動って変わっていってるから。あなたの発しているフォトン、意識波動が変わっているからですよ。
なので、今日はたまたますごく波動共鳴してくださってるってことなんです。たとえ今の気分があなたが気分良くなかろうが落ち込んでいようがイラッとしていようが、それ関係ない。波動共鳴が起こっている。で、起こってない日もある。これこそがあなたが変わっていけるっていうような証拠みたいなもんじゃないですか。こんなに日々揺れ動いてるんだ。なので、波打ちながらちょっとずつちょっとずつパラレルは移行していけるんですよ。で、一回上がったら、またさらにこっちに行きたい、あっちに行きたいって意図をしてください。毎日、こっちに進むぞ、あっちに進むぞってね。はい。というわけで、こういう話をしだすと私は熱が入りすぎて、時間を忘れて、この頃もうめっちゃいちいち長いの。だから、ここで終わりますが、ちなみに私はね、寝るときにこんな風な言葉を唱えて寝てます。もう最近はね、毎日ね、うひょーっていうぐらいね、面白いの。楽しいの。だから、寝るとき、はぁ、もう今日も最高だったーってね、もうすでに亡くなった親友とかにね、報告に行く感じで眠りにつくんですけど、最後に締めくくる言葉は、今日も私は喜びいっぱいの人生を生きます。つまり、寝るから、なんかこれで終わり、みたいな感じなんだけどね。そして起きたらまた新しい一日が始まる感じなんだけど、いや、もう寝る時点で新しい一日が始まってるっていう設定で、今日も私はさらに喜びあふれる人生を生きますっていうようなスタートの言葉で寝てます。これがね、意図するっていうこと。意図するっていうことです。これは別に他の言葉でもいいです。あなたが今ぴったり来る言葉、それをね、宣言してから寝る。これどうですか？ぜひ、面白いなって思ったら、この実験もやってみてください。では、またね、そのうち、大ちゃん先生と動画撮ってみたいと思います。じゃあ、この後もいい時間にしてください。今日一日頑張って夜見てくださってる方は、本当に一日頑張られたと思います。私たち、よくやってるよね。じゃあ、これで終わります。さよなら。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。たくさんの人にこの動画が届き、そして笑顔になる方が増えますように。